いいんじゃねえか。でね、でね、でね、なんと今、アーリが強いらしい。一回やってみてんじゃね。初手ルーデンズエコーの二手目に、あの腕がさ、チャキーンってされてるアイコンのやつあんじゃん。名前わかんないけど。あれを積むらしいんだ。あれ積むジャンプってなかなかおらんべや。あれが合うらしい。確か効果が750以上のその射程のスキルを打つと、その後のスキルのダメージが 10% 上がるみたいな効果なんだね。やること自体は同じ。でも何が違うかって、多分クールダウンでそのダメージを出していくチャンプじゃなくなると思う。多分バーストチャンプなんじゃねえかな。まずはアーリちゃんからじゃーん。ちげえわ、俺そのビルドもいじってるわ。そういえばアーリちゃんって俺タイムワープトニック積んでたやん。もうアーリのこと忘れとるわ。我が具帝をも虜にできるかもしれんな、アーリ。ね、なんか懐かしいな。もう懐かしくなっちゃったこのジャンプ。なんか前より CS 取れてねっていうのですかね。っていうのはあるさ、うん、今ねフラッシュじゃーん。悪いな、メインチャンプなんだ。このキルペースっていうか、この段階でソロキルできたのは俺の理想のアイテムまで直行できるかもわからんぞ。敵を倒しました。はい、ナイスケイン順調。キュー使いこっち。もうキューの射程がな決まってるからね。こいつはもう前にキューを使えない。見とくっかなこれ。いるよな、だよな、いるよな。楽しませてちょうだい。いった。もったいねー。敵を倒します。うわっ、大丈夫それ。次ヘルスマックスや。ミッドの差は結構削る。なるほど、なるほどね。甘えたー、うまいわ、それはうまいわ。
キリングスクリーン。うまそれはうまい。それはわからん。え、それキルラインだろ。1対1 しない方がいいな。もともとのアーリの動きでいこう。キャッ、いやーマジか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。うますぎ、うますぎ侍がいる。それ死ぬのかい。いやー序盤のイブリンとの眼科技でもう終わっちゃったなこれ。知った。されました。あ、TP 切った。味方がタワーを破壊しました。あー、ウルタ使えてね。お前。これ間に合わないな、俺。これミッドスは。楽しませてちょうど。何をした時に MS？ あ、だったらか。怖いよな、下がるよな。敵を倒しました。ドラゴンも取って、うわやばいかもしらん。それはすると Q が溜まってんだよな。ナイス、十分。あ、攻撃してる。あいつやばい、あいつはやばい。だからこっちのミッドも本気出せばこんなもんじゃ。やれナイス。まさか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 。あれ！いざ？シャットダウン。ミッドキャリータイプだな、高校生。味方が倒されました。まあ、リコレスラーこれ。味方がタワーを破壊しました。何？それ？これアイテムを買ってます。死んでたぞ今の。見えてんのかい。いやでもいける、フルトナイナイスキル。敵を倒しました。さあ来ました、アリちゃんの今勝率 52% を誇るポイント、ホライゾンフォーカス。どんぐらいダメージが出るのか、ちゃんと吹き飛んでくれるかな敵。なんだと、それは聞いてない。それはちょっと待てよ。なるほど。飛んでる感がないな。オッケー、ナイス。敵を倒しました。追います追います、これ追います。敵を倒しました。信じて。来ないかなこれ。わかんない。これダメージ出てんのかな。結構俺育っちゃってるから
その育ってる分とも見えるんだよなこれ。わかんねえ。味方がタワーを破壊しました。ああ、ホライゾンのダメージって見れるの。与えたダメージ312。わかんない。まあでもそこまで戦闘まだしてないからなこれ。味方が倒されました。ランページ。強い強い、絶対強い。絶対強いけどこれ。バーストが違う。 Q の反射、多分ね前のアリだと Q の返りプラスイグナイトぐらいなんだよ ADC やんのって。絶対ちょっと待って、お前話してるだろ。これ多分強いと思う。でこれどのぐらい出てんの今まで。150ぐらい漏れてるでしょ。ちょっと大きいやと思うけどな。ヒールヒールヒールだ。全員がすげえわ。敵を倒しました。ナイス、ヨガイさんね。ヨガが死んでね。シャットダウン。あら、ヨネちゃんの方が強くない？ヨネ大活躍なんだけど、すごいな。イブにいるかな。私に任せ。近いか、近いんだ。あー、外したー、外したここいますここいます。猫付きケインクソもろそう。ここいない？怖いんだけど。寄れねえよ。あれなんか俺じゃなくなったらキャリーが。俺だと思ってたんだけど。違うね。味方がタワーを破壊しました。味方がインヒビターを破壊しました。いいねー。味方がタワーを破壊しました。敵を倒しました。敵を倒しました。これなんどんぐらい稼げる。絶対強い。味方がタワーを破壊しました。